大奄みもときは、鹿児島県大島郡達郷町出身で、おいて風部屋所属の現役大相撲力士。本名は、坂本本と身長184センチメートル、体重189キログラム、血液型は A 型。最高位は、東前頭11枚目。好きな飲み物は、黒糖上中。カラオケでは島唄、ワイド説を好んで歌う。 平成4年度生まれの関取を指す、いわゆる花の4組の一人、立合町立赤徳小学校2年時より、地元の相撲道場に通い始めた。天見市立赤木明中学校を経て、鹿児島商業高等学校商業課では3年時に、高等学校相撲金沢大会優勝などの実績を残した。日本大学小学部商業学科に進学すると、名門の相撲部に入部。 二年時には、宇和島大会で優勝したほか、団体戦レギュラーメンバーとして活躍し、四年時には、首相にもなったが、個人タイトルは、結局二冠だった。三年時に、左膝半月板を負傷して、手術を受けていたこともあって、各館入りは躊躇し、卒業後は、日本大学に職員として就職して、実業団選手となった。寮に住み込みながら、昼間は、 大学職員として午前8時から夕方まで勤務。パソコンで請求書などを作る仕事を終えると、大学の道場で学生たちと稽古に励んだ。2015年に全日本実業団、相撲選手権大会を制して、実業団横綱となると、目標の力士である遠藤もところ属する、おいて風部屋への入門を発表。実業団横綱のタイトルを持っているため、 幕下15枚目格付けでが承認された。坂本は各界入りできなければ実家に帰るつもりであったという。2016年1月場所で初土俵を踏むと2日目の一番相撲で同学年の大輝に敗れて黒星デビューとなったが3日目に翔富士に勝って初白星とし、この場所は結局4勝3敗で終えた。 その後も幕下上位の番付にて4勝3敗の成績で勝ち越しを続け、同年11月場所を終えて6場所連続の勝ち越しとなったところで翌2017年1月場所での新十両昇進が決定した。新十両昇進に合わせてそれまで本名だった四個名を天海より大きくなりたいとの決意を込めて大天海へ改めることになった。 新十両昇進に際して、大山見は、同じ山見大島出身の先輩、里山の名前を挙げ、あれこそ島人相撲。一回は勝負してみたいと話し、来場所も絶対に勝ち越したいと誓った。新十両となった2017年1月場所は、初日に照強との新十両対決を制して白星発進となった。3日目に、東京の先輩である若の島に敗れて、 がついたが、10日目に、島の先輩で、一回は勝負してみたいと語っていた、里山に勝利した。11日目に8勝目を挙げて、新十両の場所で勝ち越しが決まり、この場所は、最終的に星を10勝まで伸ばして終えた。翌、3月場所は7勝7敗から千秋楽に8勝目を挙げて勝ち越したが、続く5月場所では、 再び7勝7敗で迎えた千秋楽で敗れてしまい、7勝8敗で入門後初めての負け越しとなった。7月場所は10日目までに参拝したが、初日から8連勝で優勝争いの単独トップに立っていた朝の山と、朝の山に初日に敗れた後8連勝した豊山が10日目、12日目と揃って敗れたことで参拝となり、この時点で優勝争いのトップに並んだ。 13日目には、豊山との直接対決に勝って、豊山を4敗へ交代させたが、14日目の網二式との取り組みで、網二式の曲げをつかむ反則行為があったと認定されて、反則負けで4敗目となり、再び浅野山が、単独トップに立つ展開となった。先週楽は、浅野山との対戦となったが、これに勝ったことで11勝4敗同士の、 優勝決定戦に進出することが決まった。決定戦は同じく4敗で残っていた豊山も交えたともえ戦となったが、豊山、浅野山の順に相次いで対戦して勝利し、自身初の格段優勝となる重量優勝を決めた。翌、9月場所は番付を大きく上げて、東重量3枚目で9勝6敗と勝ち越し、 この場所は中日まで4勝4敗であったが10日目から5連勝しており2018年3月場所前の記事ではこのように後半の追い上げに定評があると書かれている11月場所で新入幕となった福岡市西区内で新入幕会見を行った大山美は照れくさそうに嬉しいと語ったご当地場所に向け情けない相撲を取らないように 格好良い相撲を取りたいと雰囲気を誓った。同学年には、三竹海、北斗富士、浦と、すでに幕内で活躍する力士がいるが、日大時代に左膝を故障した影響で出遅れた形となった大山見は、置いていかれたような気持ちだった。負けないように頑張りたいと強く意識する。次の目標を問われると、まずは勝ち越したい。地道に頑張ると、謙虚だった。 新入幕の11月場所は、3日目に幕内初白星を挙げたものの、9日目までに7敗を喫するなど、前半は厳しい星取りであった。しかし、10日目以降は立て直して6勝9敗と小幅の負け越しに抑えた。下に1枚半の西前頭14枚目だったため、幕内残留は厳しく見られていたが、横綱、春馬富士が突然引退することになって幕内に、 結印が出ていたこともあり、2018年1月場所は新たに幕尻となった東前頭17枚目に踏みとどまった。この場所は先週楽に8勝目を挙げて、幕打ちで初めての勝ち越しとなった。翌、3月場所は好調で、中日を終えて7勝1敗として一時は優勝争いに絡んだが、休憩直しを目前にして4連敗と失速。 それでも残りを3連勝として幕内で初めての2桁白星となる10勝5敗の好成績を挙げた。自己最高位となる東前頭11枚目で迎えた5月場所は中盤に負けが混んで早々に負け越しが決定。先週落の竜電戦分かった方が幕内残留という一番だったが、これにも敗れて4勝11敗の成績となり、よく、 7月場所は重量に陥落。この場所も終盤に星が上がらず6勝9敗と負け越した。東重量4枚目で迎えた9月場所は10日目から6連勝するなど11勝4敗の成績を挙げた。伊佐昇龍との優勝決定戦にも進出したものの、突き落としで敗れて重量優勝を逃した。この場所7日目から9日目の3連敗を、 高校時代の監督からは電話で出席されており、これが効いて連勝したという場所後の相撲雑誌の記事もある。2021年3月場所終了現在。ありがとうございます。